こんにちは、KOJIMA PRODUCTIONSの、アート全般を見ている新川洋二と申します。よろしくお願いします。まあ、あくまで、キャラクターのデザインというのはそのゲームに関してどう成り立つかということなんだけども、やっぱプロットと設定、そこに従ってどれだけリアリティを持てるかっていうところかなと思ってます。だからまあキャラクターのデザインだけで何かを表現するというよりは、あくまで、その世界観に沿ったデザインとか、まあ、キャラクターのイメージを作っていくっていうことになるとは思います。デザインで何かを表現するというより、やっぱ総合的に、感情だったりとかは、まあ、表現されると思うので、まあ、デザインだけではできないもの、その俳優さんを起用してその俳優さんの演技だったりとか表情だったりとか、まあ俳優さん自身 の, その持ってる個性みたいなもので表現されているのかなと。ゲームなのか、まあ、アニメなのか、漫画なのかとか、それぞれでまた違ってくるとは思うんですけど、ゲームはゲームとしてのデザインの仕方っていうか、まあ、ゲームの中でどうリアルに見せれるかっていうところかなと思ってます。なので、まあ、そのゲーム自体がどんなジャンルのものかっていうのも、左右されるでしょうし、アクションゲームならそのアクションさせてどう見えるかっていうところが重要かなと思うので、それぞれのそのジャンルに合わせたっていうか、それぞれの個性に合わせたデザインを心がけるっていうのは必要かな。まあ、そのゲームの中でどれだけリアリティを出せるかっていうところだとは思うので、実際の建造物としてもある程度成立したものでないと、やっぱり普段見ているものとは違うってきちゃうと、まあ、そこで、プレイヤー側がリアルに感じないっていうところはあると思うんですけど、まあ、あくまでゲームなので、ゲームの中で成立させるっていうところはすごい重要だと思っているので、まあ、一発でいくっていうことはなかなかデザインが難しいかな。で、ある程度、まあ、ラフでデザインを切って、それを実際にラフでモデルを作ってもらって、で、ゲームの中で実際に動かしてみて、プレイして調整していく。で、まあ、それはずっとバグチェック中も続くので、まあ、一発で成功させるというのは難しいと思うんですけど、まあ、徐々に、まあ、ゲームを組みながらデザインを作り上げていくというところで調整しながら完成させるというところが重要かなと思います。車とか好きなので、まあ、実際に車をデザインしたいなって思ってたこともあるし、それをまあゲームの中でデザインできて実際に自分で運転できてっていうのがすごい良かったかな。で、まあ、その車自体も実在するものではないので、ゲームの中で楽しくアクションできたらいいなと思ってたので、こう、まあ、車高がすごい自在に変わったりとか、でタイヤがこう二輪が三輪にセパレートしたりとか、そういったところの、まあ、アイデアを盛り込んで実装していくっていうのはすごい楽しかったです。まあ本当は全部実際作って着てみて動いてみてっていうところはやりたいなと思ってるんですけど、まあ全部が全部そこは難しいと思ってます。ただまあある程度仮でまあ、ポーチを
いろんなところにつけてみたりとかして実際に使いやすいところを探ったりとかそういったことはしてます。で、さっきも言いましたけど、いわゆるリアル世界のリアルとゲーム世界の中のリアルってやっぱちょっと違うので、ゲームの中でどれだけ成立させるかっていうのが重要かな。で、まあ、それをリアルと感じてもらえれば、まあ、成功したのかなと思いますけど、じゃあそれを実際に使うと使えるのかっていうとまた微妙なとこかなと感じてますし、まあそうですね、そこの差かな、そこの差っていうか本当にリアルではないとは思ってるけど、ゲームの中ではリアルを追求してるっていうことです。まあ、いろいろまあゲーム作っていく上で、カットする必要もあるし、まあ、足す必要もあるし、まあ、その中で最初ロードスターカットされてたりしたんですけど、まあ、どうしても入れたいということで入れてもらって、まあ、デザイン的にもすごい気に入ってるので嬉しかったですね。デザイン書いてこれで終わりってことはやっぱりなくて、ずっとその調整してるって感じですかね。それがまあゲームの工程というか、プロットがあってそれに従って書くんだけど、まあゲームがそれだと成立しないので書き直すこともあるし、さっきみたいにカットすることもあるし、で、できたと思っても、まあ別のところで不具合が出てデザインし直さないといけないとか、まあ、もっとリアルに見せるために、調整っていうのはずっと行うって感じですかね。工程というと絶えず出して直すっていう感じが一般的な工程かなと思います。実際に CG も自分で作らないし、まあ、無茶を言うところですかね。ある程度自分で作れちゃうと、あ、これ無理だとかあるじゃないですか。はい。まあ、仕組みとか、どういう工程とか、そこを無視して発注するって。これが作りたいんだって。うん、まあ、基本のデザインから、まあ、ゲームの中に入れていく過程で。あるいは、まあ、ある程度は、こういうの無理ないようにはしますけど、まあ、ある部分では、無茶をする。聞きたいですよ、ね、イラストってまたそのゲームのプロップとかキャラクターのデザイナーっていうのとまた違うかなと思ってて、イラスト単体で成立させる技術とデザインを一つ作るっていうのとまた違うかなと思ってます。僕はどっちかっていうとイラストレーターというよりはゲームのプロップデザイナーだと思ってるので、イラストレーターになるにはって言われると難しいですけど、最近だとやっぱいろんなツールを使ってってことになると思うので、まあ、ツールの勉強をこれからはどんどんしていって腕を磨くというかスキルを磨くっていうのがイラストレーターっていう意味で言えばいいかな。でしょうね、監督だったら映画とかねって言うんでしょうけど、そこまで映画見ないけど、昔はいろんな映画見てアニメ見てなんか感性を揺さぶられるとかありましたけど、今はあんまないですからね。なんだ、でも新車の情報とかをすごい見て、コンセプトモデルだったりとか、まあ、新型車だったりとかもありますけど、 F1 見たりとか、車
にまつわる、車にまつわるのがすごい見てますかね。そこでまあインスピレーションを受けるっていうのは確かにあるかなとは思いますね。そのよくやりがちなのが、まあ、メカだといろいろごちゃごちゃとこう線を増やしていくデザインやりがちなんですけど、まあ、そこをある程度ってなるだけ線を増やさないような感じで削ぎ落としたデザインっていうのを心がけています。結局その線が少なければ構造が見えやすくなるじゃないですか。そのちゃんとしたメカとしての構造を崩さないようにリアルに考えるっていうところが、まあ、プレイヤー側が感じるところかなと思うので、そこを見せたいとは思ってますし、それでまあリアリティをどれだけ出せるかな。ただまあそれはさっきも言ったけど、現実世界でのリアリティとはちょっとやっぱ違う。ゲームを動かしてそれがアクションとして、見えてくるっていうのがリアルかなと思います。ないですよねでもまあ自分で何かデザインしたいっていうんであれば、やっぱまあ古いものも、まあ新しいものばっかじゃなくて古いものとかもちゃんと研究するっていうのはいいかなと思っています。車も新しい車ばっかじゃなくて古い旧車を研究したりとか、まあコスプレもじゃあどうすればいいですかね。古い何かを見ればいいですかね。なんかまあ普段見てるものとは違う、もっとこうその元になったものを探っていくとか、そういうのはいいかもしれない。なんかもうデジタルとアナログのアートっていうのが違う方向に向いてるのかなっていう気がしてます。だからまあ今までのアート技法を乗り越えるというよりは、まあ別ベクトルで違う完成度というか、作り方をしてるのかなという気がすごいしますね。3D モデルをデジタルプリントして、まあ、それを塗装したりしますけど、3D プリンターとか。それはそれで、その手で作るというよりは、別の、積層がそのまま残ったりするのも、一つの、まあ、筆致みたいな、アナログでいう筆跡みたいな感じにも感じるし、それを無理やり消す必要もないだろうし、だからまあ似ているけど全然違う方向性なのかなという気もします。あえて別にアナログに寄せる必要もないかなという気もするし、ノーマン・リーダーさんを起用するっていうところは最初から決まってた。で、他のキャラクターはほぼほぼ決まってなかったですね、配役としては。なので最初にイメージで全然違う顔というか、まあ、雰囲気でキャラクター描いてたりするものもあるし、まあ両方なのでノーマンイメージのままサムを描くっていうところもありましたし、まあそれぞれ。ゲームの企画考えてるところですね。いろいろ夢が膨らむところ。なんか仕様だったり、仕様決めるのめんどくさいです。仕様というよりはまあそのどんな遊びをさせたいかとかっていうところですかね。でそれに伴ってどんなキャラクターを出したいかとか、まあ仕様とか規約とか一切
まだない状態の時に自由にアイデアを作れる段階で、そこが一番、うん、自由にやってるところが一番楽しい、楽しいです。でもやっぱサムですね、マッツさんとかはもうスキャンして戦闘服着せたらもうかっこいいんですよね。でコンセプトもあの世の戦場から来るっていうので決まってたから、まあ、コンバットスーツ着せればそれでかっこいいキャラになるな。ただサムをデザインするにあたってはやっぱ一番苦労したというか、まだ何もない状態で、キャラクターさんっていうのを作っていくときに、まあ世界観も全然ふんわりしてたし、SF でホラーっていうのはあったんですけど、どういう SF なのかとか、どういうホラーなのかっていうのも見えてこなかった。で、サムを作ったことで、なんとなく世界観が見えてきたっていうのもあるんで、まあ、サムっていうキャラクターを作ることが、まあ、デスストの世界観を作るっていうのがイコールだったのかなっていう、後から思います。そんな気がしました。なのでやっぱ一番苦労したのは、サムっていうキャラクターですね。